次絶対就職しない方がいい。いや、だからすぐ辞めそうやん。私の力は数学の力。私の力は数学の力。で、1位の方にはあのスタバ券5000円分お渡しします。あ、じゃあちゃんとするか。どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということですね、今回、積分サークルさんのオフィスというか家にお邪魔してるんですけども、今回は集団面接という企画で積サーメンバーの方々を面接させていただけたらなと思っています。就活やってる方とやってない方と社会人の方それぞれいるので、皆さんもぜひ高学歴の面接の受け方をちょっと参考にいただけたらなと思ってます。お願いします。失礼いたします。はい、失礼いたします。失礼します。失礼します。失礼いたします。失礼します。失礼します。はい、ということで面接にお越しいただきありがとうございます。今回集団面接という形で5人同時に面接をさせていただくんですけども、他の方の意見であったりとかを踏まえてお話しすることもできるので、カジュアルな感じでお話しさせていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず最初に自己紹介からお願いできたらなと思っております。ゆうゆうです。よろしくお願いします。はじめまして、大阪大学のと申します。はじめまして、積分サークルのサルルと申します。よろしくお願いします。はじめまして、株式会社取締役のと申します。よろしくお願いします。はじめまして、はい、キムと言います。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけども、就職活動であるあるの自己 PR からさせていただけたらなと思ってるんですが、1分ほどでご自身の強みであったりとかアピールポイントをアピールしていただけたらなと思っております。まあ、想定企業としては僕ら今株式会社ダイアリーという会社をやってまして、はい、企業さんの採用の支援する PR する広域の IT 企業の、まあ、動画に特化した企業を受けるという想定でお願いします。私の強みは物事をやり遂げる力だと考えております。あれ？あれ、私は考えております。はいはい、意義あり。なぜそう思いますか？違うと思ったからです。あー、根拠はですね。そう、 YouTube におきましては企画の立案から、まあ、撮影編集まで息継ぎにやっておりまして、まあ、比較的、まあ、工数が、まあ、かかるような重い企画などを私自ら企画し、企画した段階では何が必要かだったり、そういったものをしっかりと分析し用意し、少し工数が多いながらもなんとかやり遂げた、そういった物事のやり遂げる力が大きいと考えております。私の強みは最後までやり遂げる。一見大衆が納得しがたいような事柄内容を論理をこねくり回して、納得させる、まあ、洗脳するということが、まあ、得意分野かなと思ってます。なので、まあ、その企業の PR ポイントなどを紹介する際にも、その視聴者の支配し、その企業がいいんだというふうな、まあ、洗脳という点、動画制作もまあ、やっておりましたので、まあ、そういう編集とかも含めて非常に貢献できるんじゃないかと思っております。論理をこねくり回すコツとか、具体的に何か行ったこととかってありますか？以前、まあ、積分サークルという会社で働いてたんですけども、はい、まあ、バラエティ番組ではあるんですけど、はい、まあ、ディベートをするという、はい、対決がありまして、付き合うなら結婚するならどっちという、うんうん、テーマで、相手側の立場の方が金持ちなんじゃない、はい、僕側の意見が貧乏なブスだったんですけども、見事勝利する。それはどうやって勝利したんですか？まあ、その辺はね、後々見せていければな。見せていければな。今しかね。もう一回やられたから。後々見せていこうかなと。はい。はい、お楽しみに。あ、ありがとうございます。流れを切ってしまって申し訳ないんですけども、私の力は数学の力です。私の力は数学の力。具体的に数学の力ってどういう力？はい、日本の高校生といえば、まあ、大学受験までは勉強を頑張るけれども、はい、大学に入ってからはやっぱりサークル活動に手を出してしまったりとか、うん、まあ、バイトに手を出してしまったりとか、まあ、勉強はあまりしなくなってしまうということがありますけれども、僕は大学に入ってからも数学の勉強を続けていますし、はい、大学を卒業した今でも、土日とかに数学の勉強を続けています。その力を使ってですね、御社にですね、AI の能力を提供したいと考えております。はい。はい、実際ですね、私今、データサイエンティストの検定ですとか、はい、統計検定ですとか、自治資格とか、自治検定の勉強とかもしておりまして、はい、まあ、実務経験はないんですけれども、御社の下で学ばせていただいて、まあ、一緒に成長していけたらなというふうに考えております。ありがとうございます。すごいですね、土日も勉強されてるんですね。はい。何時間ぐらいされてるんですか？
少人数で集まってゼミのような形でやってるんですけども、土曜日にも2時間、日曜日にも2時間、銀行で発表していく形なので、はい、準備がある場合は、まあ、その前にもう数時間という形でやっております。おー、すごいですね。ちゃんとした人だなと思いました。壮大な。あの今回あの順位をつけさせていただいて、今更なんですけど、で1位の方にはあのスタバ券5000円分お渡しします。あ、じゃあちゃんとする。じゃあ続いて、あの人生で今までの人生で一番頑張った経験を教えていただいてもよろしいですか。一番頑張った経験、少し考える時間です。ああ、もちろんです。10秒20秒、定義見直す。量の定義見直す。CM に謝る。先ほども軽く触れたんですけれども、サークル、まあ、4回生の頃にコロナになりまして、はい、大規模なライブを12月に行うんですけれども、はい、準備に1年間かけてた、はい、毎年で、それの運営をしていたんですけれども、ちょうど3月に狙ったようにコロナが発生しまして、はい、まあ、半年ぐらい動けなかったんですけれども、大学の衛生管理課と協力いたしまして、はい、どうしても対面でやりたいと、お客さんも入れて、うん、どうすればできるかっていうのを奔走しまして、最終的に会場の半分のキャパシティまでお客さんを入れて、マスクもなしで十分なパフォーマンスができる状態でライブを開催したというのが一番頑張った経験ですね。僕がこれまで一番頑張ったのは高校2年生の時なんですけど、はい、球技大会で、まあ、僕はバスケットボールを、はい、やったんですけども、まあ、最初はチームのメンバーとかも全然集まらなかった状況だったんですけども、うん、積極的に声をかけて、球技大会の8ヶ月ほど前から球技大会の練習を。結構ちょっとそんな人いるんですか。はいはい。それから、まあ、昼休みは、毎日体育館に行って練習して、実際ね、あの本番では結果は残せなかったんですけど、チーム作りから、まあ、個人でやったっていうのが僕の中で一番頑張ったことだと思います。お、ちなみにバスケ部だったんですか。いや、違います。何部だったんですか。秘密です。そんな個人情報じゃない気もしますはい、僕が人生で一番頑張ったことは高校時代のバスケットボール部での活動ですね、はい、高校3年生の時に、まあ、僕たちの代になったんですけど、最初に行った試合で2試合目で負けてしまったんですね、大阪府の予選ので。相手はなかなかの強豪校だったんですけど、その時、まあ、自分個人としてもバスケットボールがあまり上手くなくて、うん、チームにも貢献できてなかったんですけど、うんうん、自分の技を磨くことはもちろんチームに対して貢献しようと思って、うんうん、怪我をした時の手当てだったりとか、うん、まあ、声かけなどを、まあ、勉強したりして、チームをもっと下から盛り上げようっていうことを頑張りまして、で最終的に最後のインターハイの予選、大阪での予選では、うん、大阪の中でベスト16になりまして、で最後のその16に決定した試合で最初に負けた相手に30点差で勝つという、すごいことを成し遂げて、まあその試合に僕も出させていただいて、うん、まあ、チームとして選手としても点数を取って、貢献できたかなと思っております、うん、ちなみにチームの中ではどういう役割だったんですか。例えばリーダーとかサポーターとか。あ、ベンチです。あの2番目ぐらいのベンチです。あ、でも怪我したらみんな僕の元に来るとか、はいはいはい、とか、まあ、声出しは僕ともう一人うるさいやつがいたんですけど、はい、まあ、その二人で、まあ、チームを盛り上げて。あ、じゃあムードメーカー的な。あ、そう、そういう感じですね。はい。最後になんですけど、あの皆さんの将来なりたい像を端的にお話しいただけたらなと思ってます。私の将来なりたい像、2点あります、はい、まず1点目は映像制作に関してなんですけれども、うん、難しい映像を作るってなった時に私に任せてもらえるような人材になることです。まあ、今は新人なので入った後も仕事を教えてもらいながら、周りの先輩、上司、皆さんに助けてもらいながら仕事をすると思うんですけれども、将来仕事が来て、この映像を作るの難しいぞってなった時に、じゃああいつに任せようというふうに振ってもらえるような人間になりたいと考えています。で、2点目は映像制作において作ることが目的なのではなくて、その先の目的を見据えるということです。今はあまり余裕がないので、映像を完成させることが目的になっているんですけれども、例えば YouTube だったら、その動画を見た視聴者を喜ばせるだったり、チャンネル登録者数を伸ばすだったり、その先の目的を見据えることが、正しい動画制作をする上で重要になるかなと考えています。まあ、だんだん映像制作にも余裕が出てきたら、相手が何を求めているのかなどを考えた映像制作ができるようになりたいと考えています。私は将来、エネルギーのジェネラリストになりたいと考えております。私がエネルギーに興味を持つ理由は文系的なバックグラウンドと理系的なバックグラウンド2つあるんですけども、
まあ、そういった理由からエネルギーをまず専門にしたいとはなるのですが、基本的に日本のエネルギーの構成というのは火力、水力、風力、太陽光、原子力など複数のものから構成されておりまして、どれか一つに特化するというのは、まあ、今後の日本のためにも、もしくはまあ自分のためにもあまりならないとは考えております。まあ、そのためそれら全てをまあ見れたり、それら全てに対して知見を持てるようなまあエネルギーのジェネラリストになりたいと考えております。私の将来の目標ということで、具体的には定まっていないんですけれども、私は漠然と影響力のある人間になりたいというふうに考えています。影響力のある人間っていうのは、まあ、どういう状態が影響力が、まあ、大きいかっていうのを申し上げますと、まあ、私が何かやりたい、こういうことをしたいといったときに、それに協力してくれる人ですとか、あるいは応援してくれる人、まあ、そういう人がたくさんいるっていう状態ですね。まあ、なぜそういうふうになりたいのかと言いますと、例えば今なんかこれをやりたいと思ったとして、例えばそれがまあ達成されるのが5年後だとすると、その5年後までに自分の考えが変わってしまうとか、あるいはその社会そのものが変わってしまって、その5年後にそれになんかあんまり価値がないとかっていうことがよくあると思いますので、なのでそれをする際には一人で向かっていくと、そのどうしても遅れてしまったりですとか、そういうことがあると思います。そうやって協力してすぐに未来をやる。今5年後考える。1年後にまた4年後を考えるとか、2年後に3年後考えると思います。より正確な未来がわかると思いますので、ちょっとずつ修正するっていうのをするために大事になってくるのが周りの人の協力かなというふうに思っているので、影響力のある人間になりたいと思います。はい、ということで面接は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。面接もう相性でしかないので迷いますね。これはちょっと考えますね。はい、 OK です。いやめっちゃ迷ったんですけど、はい、決定させていただきました。はい、じゃあ私が一番採用させていただきたいなと思った方はキムさんです。ありがとうございます。はい理由としてはやっぱ一番僕らのチームに定着しそうだなっていう風に思いました。ご自身で影響力を持ちたいとかおっしゃってたと思うんですけど、同時にやりたいことがないっていう風におっしゃってたと思ってて、なんかチームでのサポーターをやったりとか、まあ、時には自分でやるとかもなんかなんとなく仕事ができそうな感じが一番会社でやる上ですごいイメージできたっていうところがすごく良かったなと思ってます。いやもう本当にそこまで見抜いていただいてあとデータ的なところの数字を見るとか、まあ、YouTube でアナリティクスを分析するみたいなところもできそうだなっていうところで、今弱いところなので今の僕らのフェーズと相性が良さそうだなと思ったっていうのが一番の理由です。で他の皆さん、それこそゆうゆうさんとかは一番社会適合者の方なのでそれは他がスンさんは僕は映像の会社とか PR の会社でエネルギー要素ゼロだなっていうところでそこの、 就活生としては一番多分受け答えとかも素晴らしいなと思ったんですけど、方向性のところの相性で反応で相性が悪かったなっていうふうに。で、サルエルさんと和賀さんは普通にもう絶対自分でやった方がいいなって普通に絶対就職しない方がいい。いや、だからすぐ辞めそうやただサルエルさんはその欲深いって言ってて、ベンチャーとかスタートアップってやっぱエネルギー必要なんで、それの点では次入ってもお二人ともですけど、やりたいことやれる環境だったらめっちゃパフォーマンス発揮しそうだなっていうふうに思ったのと、あと今の状況は絶対就職しない方がいいなってむしろ僕も一緒でまだ休学中で勝手に共感というか、確かにそうなるよなって思いながら聞いてましたはい、ということで、皆さん、それぞれ多分、総じて皆さん就職しない方がいいんじゃないかなっていう。総じて総じてやめるわ、やめるわ。ということで、セキュメントサークルさんの方では、グループディスカッションという形で、より就職活動のクリエイティブ性というか、ビジネス的な力が発揮されるということなので、ぜひ見ていただけたらなと思ってます。ということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。